はい、霧島でございます。ボコしてきます。ボコされてます。よーし、アウトだ。いやー、ラッキー。はい、一塁側カデナ、カデナ、初めて聞いた。観客に見送られて守りに、よーし、勝つぞお前ら。試合戦略 B だ。うん、厳しい。まあいけるやろ。すごい、ドラフト会議折巻。すげー、すげーな。5人指名だよ。はい、次の日秋の公式戦ということで、またメンバーチェックの時間ですが、また原、渡辺、福田投手陣3人育ってきてはいるけどもっていう感じですね。それぞれ球速147.65、コントロールスタミナそれぞれ CC で、福田は DB という状態ですね。まあ、1年もね、着実に育ってきてはいますが、あってこいつもスタミナ C になってんのか。ちょっと別の育てたいな。あ、じゃあスタミナ B にしようとしてんだ。で、小松がいい感じに伸びてきてるっていうところなんで、小松打ってくれたら嬉しいなーとか思ったり、松下とか。森山もね、強いんだよ、今。ミート B だから、早々にミートが A になってくれたらだいぶ強くなるんだよね。はい、そんな感じで3年生が抜けた穴はやはりでかいところではありますが、やっていきましょう。公式戦でございます。はい、霧島でございます。ボコしてきます。ボコされてます。うわー、打ったー、ナイス、さよなら、スリーランホームラン、オーケー、コールド勝ち。できれば余裕ある状態で他の選手出したりして、点数か、点数じゃない、経験値稼ぎたかったな。屋久島農業との試合でございます。1点取られてます。うん、さあこれゲッツー取れば終わりよ。よし、肩で息してるけどまだ頑張ってもらいたい。ダメだったか。そうか、木村からスタートね。木村が一番ミート高いから木村は打ってもらおう。まあセンター返しかな。よーし、さあ小松流し打ちかな。大丈夫、3点取ればいいだけだから俺ら。よし、フォアボール、相手疲れてるよ。で、森山は究極の思考で流し打ちとかが、おお、転がせが6になったら転がせにしよう。頼むよ。よーし、オーケー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 。満塁はでかいね。ノーアウト満塁だよ。マルティネスで熱血打ちをしてもらおう。引っ張れ、危ない。よーし、いや取られる、取られない。オーケー、勝ったー。あー、行かない。いや、これはいけるでしょう。こっから3人連続でボンボンボンってやられない限り大丈夫でしょっていう話よ。気迫と気迫のぶつかりだってよ。オーケー、勝った。よーし、あー、危ねえ。よーし、オッケー、よく頑張ったお前ら。めちゃめちゃ泣いてる。はい、秋の地区大会1回戦、沖縄始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。はい、一塁側カデナ、カデナ、初めて聞いた。観客に見送られて守りに、よーし、勝つぞお前ら。試合戦略 B だ。うん、厳しい。まあいけるやろ。2アウトランナー1塁という場面で、おお、魔物連れてきてる。いいね、小松が今回魔物ということで結構安心して見れるんじゃないか。小松は多分下げることない。何したん、帰れ帰れ帰れ、とっとと帰れ。よし、バッツ。まあ1点なら許容範囲内。結構打たれるね。 OK、 1点返した。
さあ4回表の攻撃小松、ノーアウト2塁ですね。まあ転がせでいきましょうか。頑張れ。おわーおせーおーよ、当ててけ当ててけ、お前は何もできんな。さあ中村、中村強心臓ね、転がせ、いや引っ張りだな、頼むぞ頼むよ、よーファールー、あーなんか全然打てないな今のチーム、困るな。ラッキーボーイね、まあ1年あ2年か斎藤お前だったら連れてこいよ。うーんまずいアウトや、いやセーフ、いやー足の遅さが出たで、5回表攻撃2アウト2塁、転がせでいきましょうかね。オッケー抜けたけどダメー、足の遅さやっぱ、うわーホームラン打たれテイラー、やっぱ3年が抜けた後ってどうしてもね弱いんだよね、仕方ないけど3年が主軸が出るからさ、そりゃだからね、うわーパッとしない攻撃になっちゃうな、いやどうしても仕方ないところはある、3年が抜けた穴はでかい、それ3年って毎回毎回試合に出るからさ経験値もたまるわけね、だからね出なかったキャラはそんなに強くなってないんだよ。よーし抜けた、素晴らしい、さあ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 得点チャンスよ、マルティネス行こうぜ、ミート対応積極で引っ張れ、あれよーし取られる、いやけど三塁まで進める、オッケーオッケーオッケー素晴らしい、いいよいいよいいよ、得点チャンスは続いてる、高橋犠牲は、いや転がそう、頼むよ打ってくれ、一塁側に飛ばして、お前らアウトになっても、うわーゲッツーか、いや大丈夫だ、オッケー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 、とりあえず同点同点、よし、止めラッキーボーイか、オッケー、じゃあとりあえず転がせをやってもらおうかな。さあピッチャー同士の対決はすぐ終わった、まあまあまあ同点まで持っていけたからねでかいでしょうというわけで、うーノーアウト1・3塁とかいうちょっと地獄、ゲッツーシフトで頼むぜ、ゲッツー取ってくれ、うわーうわ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 終わった、もう1点入るなこれ、まあ魔物がいれば勝てるか、やばい結構守備がザルだなこれ、どっかで方針を守備に変えようじゃないとダメだやっぱり、おー結構ね序盤で守備は育てたつもりなんだけど、いや落ちるか足の遅さ、外野はもうちょい足の速さを育てないとダメだな、ああいうの追いついてほしいよな、いや秋の大会は正直仕方ないところはある、もちろん、よしナイス素晴らしい、あと1人あと1人、じゃああと2人あと2人頼むぞ、よしちょっと待って1回ね、1回ちょっとね息外しとくよ、はい、でここで内角中心ですよ、特に何も理由ないけど、あれーいや足遅っ、あいつかー、もう1点入っちゃうな、アウトだろう、4点差厳しい、まあ長打警戒でいくか、うわー取れるアウト、レッツゴー、よしさああと1人とりあえず抑えればこっちのもんだが、まあといってもね5点取んないといけないんだけどね、この後うち、いや引っ掛けたファースト、 OK よかった、よし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 、さあノーアウト一塁、木村才能開花、いやまだまだ使わない才能開花は、9回表があるはず、あるか、あるな、よかった、よし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 、小松をどうにか回し上げて、森山か、小松まで回すで木村まで行けば才能開花で点は取れそうな気もする、わーわー、できればす、うーんここで小松か、もう一巡しないといけないんだよね、いや抜けたけど
1点返した、素晴らしい。ここからずっとどうにか打ってランナーを進めないといけない。俺らはそうしないと俺らの最強戦法魔物が出せねえ。うわー、あんなこと言うてたらチェンジ、まずいです。フォアボール出した、ツーアウト一塁、ありがとう。肩で息してる。タイム投手交代します。田原が確か緊急登板だよね。はい、登板して、うわーわ、くせ者で内角の引っ張り警戒に行こう。取れる、取れない、うわマジかー。いや、まあ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 、まあ、そう、ランナー2人いればね、その2人からね、アウト取れるってことなんですよ。バッチャも言ってた、言ってないわ、うちのバッチャ野球わからんし。取れる、よし、オッケー、よし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 、9回、さあ、ラッキーボーイ、もう使えるものは全部使っていきますというわけで転がせていきましょう。頼むよ、出てくれ。おー、あー怖え、頼むよ。よーし、アウトだ。いやー、ラッキー、よし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 、素晴らしい。マルティネス熱血の転がせー。待って、マルティネスさ、ちょっと仕事してくれ、伝令出してやるからさ。パワーを上げるか、ちょっとここら辺パワーとかがどこに影響するかいい加減調べないとな。俺頼むよ、よーわい、ゲッツーだ。うわー、まずいな、高橋はくせ者、粘り打ちといぶし銀とかいろいろ入ってくるから流し打ちで。うわー、終わったー、俺らの覇気終わったー、落とせー、はははははは、終わった。いやー、ボロ負けや。まあ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 、秋の大会はしゃあない。試合戦力 B だったしな、あっち。それはしゃあない。経験値が入っただけ美味しいと思うよ、お前ら。な。名門から下がりすぎでは。ひどいよ。はい、というわけで、ドラフトに行こうかな。よし、ドラフト今年は誰か選ばれるかな。はい、一から誰か選ばれてるのでしょうか。というわけでドラフト会議見ていきましょう。2033年度ドラフト会議、どんどんパフパフー、ザワザワ来い。東京ヤクルト、誰だ、ゆずきー、ザーッ、日本ハム、誰だ、井上、いいね、 DeNA、 キリュウさん、いいね、思い入れあるキャラがちゃんと選ばれてる、嬉しい。田中、え、めっちゃ選ばれてない、第一巡で4人、すげえ。あ、4巡もいる、誰だ、福岡ソフトバンク、加藤哲はいないと、6巡もいないと。え、いや、すげえな、第一巡4人ぐらい出てない、すげえ。え、そんな頑強かったんだな、やっぱりあいつら。小松が雑誌特集、いいね。スクラップブックありがとう。スクラップブック見ようかね。すごい、ドラフト会議折巻、すげー、すげーなー、5人指名だよ、すげー、うちのチーム。いやー、けど試合勝てなかったな。はい、というわけで卒業式のお時間でございます。さあ、みんなどんな進路に進むのか見ていきましょう。いやー、それにしても今年も甲子園勝てなかったな。そもそも時間が空いてるせいで今年甲子園出たっけっての覚えてねえや。井上、九州の稲妻、プロ野球選手。桐生、九州の若大将、プロ野球選手。岡部、大学生。矢月、九州の稲妻2人いる、プロ野球選手。佐藤、職人なんていいんだ、あ、あったかもな。加藤哲、プロ野球選手。田中、プロ野球選手。平山、大学生。近藤、専門学校生。まあ、アイドルか看護師が良かったな。まあまあまあ、いいでしょう。毎回思うけど、卒業式の時に裏に流れてる画像、1枚も俺らのチームいないよ。はい、というわけでね、今年もなかなか振るわなかった年ではあります。スクラップブック見ればわかるかな。
もうちょい前の方、あ、夏決勝の舞台に立てず、そっか、準決で負けたのか。また夏は甲子園立ったけど負けちゃって、秋は全国大会で初戦負けっていう、すごい悲しい結末でしたね。いやー、強いチームではあったんだけどね。というわけでね、まあ来年も頑張って引き続き甲子園優勝を目指してやっていきましょう。というわけでね、また次回別の動画でお会いしましょう。バイバイ。